おはようございます。5月5日、子供の日。今日はでっけえ鯉のぼりを釣りに来ました。まあ多分坊主だと思うけど、よろしくお願いします。大東、動いてる動いてる。フローティングだからさ、うえっ、そうでしょ。取った。うわ、釣った。まあこう引っかかるわ。ルアーのロストがやばいもんね。どうやって上がる、おい。上がれなくなった。ちょっと入ってる。足跡あるな。今朝だな。もう荒らされたか。このこと言ってたのかな、フローティング。今日ちょっと水温測ってみるか。7度、7度、水温7度。これがいいのか悪いのか全然わかんねえ。塩が今日は塩回りはね、今ちょうど、お、下げ潮だ。潮止まりから下げ潮に向かってる途中。今日は中潮。うわ、いいとこ行ったと思うけどね。今の時刻はね、だいたい6時ぐらいかな。なんだ、なんか変な音するな。何？安いタックルだから。ルアーマチックとナスキーのエントリーモデル。これで伊藤行くよ。釣れるよ。道具の値段か。お、跳ねてる跳ねてる。おお、入った。これ行くんじゃね。緊張する。あ、波紋出てる。なんだべ。
ルアー合ってねえかな。ライズアップで今いいところに入ったんだけど、あ、まだいる、まだ波紋出てるわ。お、入った、いいんじゃないか角度的に。いや、あんまり大きくねえな。あ、こっちに来てるわ。うぐいだぜ、うぐい、うぐいか。うぐいはいいわ、いらない。よっしゃ。うぅ、ウグイがいるのか。釣れる感じはしないけども、なぜクマなんだ。よし、移動行った。食え。あー、波紋出てる。うぐいかな。ちょうどさ、温度上がってきて上がってくると思うんだけど、そんなことはないのかな。伊藤の生態っていまいち分かってないからな俺。なんせ初心者だから伊藤に関しては。探り探り。うぅ、うぅ、足跡新しいな。これ今日入ってるな。この時間にもういないっつうことは、当たりが悪かったのかな。でもこれからだと思うんだよな。よーし、移動流して、フローティングといっても結構沈むんだわ。ちょっと浅かった。よし。今日で3日目か3回目か、ここ来るの。もっとね、奥の方に行きたいんだけど、危なくて、一人だな。2号でも結構飛ぶな。
入った。正面の木の下に投げても出てこないってことはいないのかね。もう一回ちょっと投げてみて。